キーコールヤナフーフェルは、オランダ、北ホラント州アムステルダム出身のサッカー選手。プレミアリーグルバーハンプトンワンダラーズ FC 所属。ポジションはディフェンダー。AG アルクマール、アヤックスのユースアカデミーを経て2018年夏に、リバプール FC に入団。9月には U-18 カテゴリーでデビューすると、11月には U-23 に飛び級でデビューした。主に、 センターバック、サイドバック、ウィングバックでプレーする。2019年1月7日、トップチームでディフェンダー陣に怪我人が相次ぐ中、FA カップ3回戦のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦でベンチ入りを果たすと、試合開始直後にディアン・ロブレンが負傷のため交代で出場し、トップチームデビューを果たした。この16歳354日でのデビューは、FA カップでは、 チーム史上最年少である。チームは1から2で敗れたものの、ファビーニョとの急増センターバックコンビの中でも、試合を通して慌てることなく対応した。その後のシーズンで、トップチームでの出番はなかったが、2019から20、シーズンのプレシーズンのアメリカツアー、スイスキャンプに帯同し、数試合に出場した後、7月31日にプロ契約の締結した。 2019年9月25日、カラバオカップ3回戦のミルトン・キーンズ・ドンズ戦に先発出場し、69分に自身のリバプールでの初得点を決める。17歳8ヶ月と7日でのゴールは、チーム史上4番目の若さの記録であり、かつ外国人選手としては最年少記録である。2020年9月19日、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC と5年契約を、 締結したアンダー世代の各年代の代表に選出されている。ありがとうございます。